It's response wins at Nagoya. It won at GoPro 食べたい。違うし。あ、もう、Thank you で、最近は焼肉食べてない。Yeah! 疲れましたか、パーリーピッポ？疲れましたか、パーリーピッポ？どういう意味？変なホテル泊まらん。いやいや。いや、全然。変なホテル。変なホテルっていうホテルがもう変やん。分から変ってなるってよっぽど変人やん。すいません、変なホテルはどっちですか？変なホテル？分かっていいんですけど、ね、変なホテル、ゴーリーズパーリーピーポー。上ちゃん一番上の部屋。わぁ、鈴が旅立ったあそこやんな。こっから7分やばいぞ。やばい、一声ぐらいしなかった。めっちゃいいホテルいっぱいあるのに、なんでそんななんか変なホテル頼んだ。なんなんこれ？一番上しかない。まあ変やもんな。変なホテルって俺も、ま、なに？ドアがないとか最悪やな。店員さんがやたらはしゃいでる。それ変やな。何が変やと思う？ベッドがない。僕はあのいいホテルって聞いてるんですけど、僕あの変なホテルと聞いてるんです。僕一日目はすごいで、変なホテルっておかしないこれ。ホテルやん。自分から変言うホテルに、ええホテルだよ。あ、来た、着いた。あ、ほんまや。いや、まああそこにロボットがあるのはだいぶ。ちょっと地下動く。なんこれは。あ、待って、無理、もう無理やわ。もう無理言ってるやん。 だってさ、動いてないんで顔が。お前、夢子喋ってないやん、あれ。趣味あるとか言うの？下しか見えへん。下の人生来てくれ、君は。正直あるやん。怖い。誰もおらんしな。夢子。え、待って、無理やって。人がおらんエントランス見たことないのよ。ほんま怖いんけど。人おらんもん、ほら。夢でも見てる？怖い、それは怖い。ギネスよ。全部英語でわかる。解読してる。2015年7月17日に、質問が34万個。質問な。それはどうやろ。やばい、どうしよう。変やわ。お前もっと変やぞ。ちょっとなんか、すず、お前なんかイヤホン散歩させてる。いや、もうホラーやん。未来男性なんや。いらっしゃいませ。おっしゃ、こらっしゃい。変なホタッチパネル。お名前をフルネームでおっしゃっていただくと。めっちゃ達者で喋るよ、お前。めっちゃ見てるで。マジでね、この怖いとこってね、マジの人間がいないんですよ。マジで一人もねん。てか、お客もなんし。君、いい体の動きしてますよね。なんか結構目のギロジロとか、ちょっと人の肉とか好きそうですよね、結構。あ、ごめんなさい。あ、すいません。変なホテルへようこそ。いやいや、ようこそしてるって。じゃじゃーん。え、めっちゃロボットおるやん。おると思ったわ。電気したやつ来たりしてくれんて。すげえ、めちゃめちゃ広い。なあ、お前なんや。ベッドメイクはベッド100円になってますよ。ここに書くんかい。あ、人がおらんから変なホテルのこと。すげえ。なんかお兄ちゃんと一緒に寝ようか。あれ、その触覚めちゃファーランと立って。チューリーちゃん、なんでしょう。ひとまず終わります。え、待て今何時？ジューリーちゃん、何でしょう。明かりつけて。何でしょう。ピッ。あら、もう一回。ジューリーちゃん、明かりの操作に失敗しました。あ、部屋の温度は大丈夫。ただいまの部屋の温度は22度。大丈夫よー。あ、ですよね。何と言ったの。急にため語なったんだよ。黙っててではでは。チューリーちゃん、コンセント教えて。無理ですよね。チューリーちゃん、何でしょう。コンセント教えて。ここえ、何よかった今こいつ。チューリーちゃん、何でしょう。好き。何？好き。呼びました。は？好き。ちょっともう一度。なんか言わすね、お前。え、何？なんで急に彼女分の。好き。意見使うのやめて。き、どこまでいける。無視かよ。上には日がある。
です。